田ロックチャンネル、イエイ。はい、というわけで始まりました、武田ロックチャンネル。まあね、ちょっとコミュニティ機能がですね、まあおかげさまでですね、まあ、使えるようになったんで、まあ早速ね、アンケートを、まあ取ってみました。で、まあその結果、まあだいたい日曜日とか週末ぐらいからやっててですね、今ちょうど水曜日、木曜日か、ぐらいなんですけど、まあ、それなりに投票していただいてありがとうございます。本当に。要は、まあ、フェンダー・ギブソン PRS、ポール・リード・スミスですね、などのエレクトリックギターの、メーカーで、まあ、どの、メーカーが一番好きですかっていうことで、まあ、投票してもらったんですけども、まあ、ダントツやったんか、まあ、なんとギブソンで、まあ、50% ぐらいですね。で、まあ、今、現在の、現時点なんですけども、ポール・リード・スミスが25、ね、フェンダーが25という結果になって、まあ、圧倒的にギブソンがですね、まあ、うちのチャンネルでもやっぱり人気あるなと思いまして、で、まあ、今回ね、まあ、ギブソンに関するちょっと歴史をね、振り返ってみようっていうコーナーをね、まあ、アンケートの結果、まあ、やることに決まりましたんで、まあ、早速ね、やっていきますね。はい。まずね、まあ、いろんな情報が、まあ、入っててですね、まあ、でもやはり、まあ、ギブソンっていうものが、まあ、どういう風にして生まれてきたのかっていうことに関しては、まあ、これはもうはっきりしてますね。まあ、1902年です。まあ、1902年っていうことは20世紀初頭ですね。まあ、ギブソン、マンドリンギター製造会社っていうものがですね、まあ、スタートしたと。で、まあ、オービル・ギブソンさん、ですね。そうです。オービルはね、こっから取られてるんですよ。つまり、ギブソンがせいで、オービルが名前なんですよね。で、まあ、当初は、このオービル・ギブソンさんの、まあ、ギターの、まあ、オリジナルデザインのね、生産とか販売をしてたんですが、オービルさんは、まあ、残念ながら1918年に、まあ、病気でね、亡くなられた。ということです。で、まあ、その翌年ですね、1919年ですね、ロイド・ロワーさんが、入社。で、まあ、より新しい楽器の、まあ、制作を開始した、ということですね。で、エルゴ・アーチ・トップ・ギターですね。これ、1922年の、まあ、名器と呼ばれているもので、あとは、マンドリンですね、ギブソン F5 マンドリンというモデルですね。これを、デザインしたということですね。で、まあ、このね、ロイド・ロワーのね、まあ、F5 のマスターモデルっていう、まあ、このフラットマンドリンですね。まあ、これがブルーグラスミュージックの、まあ、父で呼ばれてビル・モンローさんが使用していたと。だ当時、制作していたマンドリンは、まあ、なんと市場で価値がですね、まあ、かなり高い価格で取引されている。まあ、つまり、今でいうところの、この、まあ、レスポールの1959年製みたいな価格で取引されているというものになります。それとね、今回ね、エレクトリックギターの、その、ギブソンっていう観点だけじゃなくてですね、まあ、例えば、まあ、デルタブルースですね、のロバート・ジョンソンが使っていた L00 ですね、これがね、結構、やっぱり印象残ってますね、僕の中では。まあ、ここちょっと加えたい、項目で。ていうのも、ウィキだとか、まあ、普通の、なんすかね、まあ、とこにはあんまり書かれてないんですけども、この功績って結構でかいなと思うんですよ。で、当時、マーティンがね、まあ、すごい、アコースティックギターっていうと、やっぱり、まあ、ギブソンとマーティンってイメージだと思うんですけども、このマーティンと対抗するそのアコースティックの流れ、ですね、まあ、L00 っていうモデルなんですが、この1932年にスモールボディギターとして発表されていると。まあ、現在の B25 の元祖とも言える、ギターなんですが、こちらを、ロバート・ジョンソンが使っていた、ね。で、まあ僕もね、どっちかっていうとこう、スモールボディのアコギ使うことが多いんですよ。その影響ってやっぱりこのロバジョンからかなと、いうふうに思いますね。はい。このこともちょっと、特筆しておこうか。ギブソンといえばやはり J45 ですかね。まあ当時ね、
ドレッドノート型っていうそのマーティンのね、あの、まあ、D18 とか、まあ、D28 ですね、まあ、こちらのモデルが、まあ、あのかなり、まあ、幅を利かせていたということで、あのそれに対抗するのが、まあ、そのギブソン の, そのラウンドショルダーと呼ばれるモデルで、これがギブソンの J45 ですね、まあ、1934年から製造開始したということです。で、まあ、まあ、実際問題もあのハミングバードとかいろいろあるんですけど、うん、まあ、個人的にはこれが結構好きなあのギブソンのアコースティックギターですね。つまりアコースティックギターの市場も、うん、かなりあのギブソンといえば大きい。で、まあ、あのエレクトリックの歴史の方に戻るんですが、ガイ・ハートっていう人が経営に、携わると。で、まあ、1924年から1948年までギブソン経営していたということですね。あのギブソン社というのは、まあ、あの今でこそこうエレクトリックギターっていうイメージが、まあ、強いんですが、まあ、当時はやっぱりそのマンドリンとか、まあ、そのアコースティックギターのね、あの方が、まあ、イメージが強かったっていう、言っとかなあかんのが、1936年の、世界初のコマーシャルベースのエレクトリックギターであるモデル ES150 の話ですね。 ES150 です。で、この150を発表した後ですね、これが世界最初の、まあ、ちょっとあ、まあ、エレクトリック化したっていうか、まあ、あの P を搭載したものであるということになります。まあ、その前にですね、まあ、チャーリー・クリスチャン PU っていうものを搭載している、まあ、戦前のアーチトップモデルですね、フラゴ構造のものに、まあ、あのフロント PU にこれを搭載しているというモデルになります。で、まあ、こちらをあの作った後ですね、はい、まあ、後の話をこれからちょっとしていきますね。で、まあ、この時期に、まあ、発表した、まあ、スーパー400ですね、ガイハートが経営に携わってから、まあ、1924年から48年までギブソン経営したと。で、まあ、スーパー400、まあ、ジャズギターとして最高峰のものと呼ばれている、うん、ということですね。こちらのスーパー400に関しては特筆すべき、ギターですね。そして1944年に、まあ、ギブソンは、まあ、シカゴミュージカルインストルメンツ社に、まあ、買収されました。で、まあ、1948年にここで、まあ、登場してくるこのテッド・マッカーティですね。この人が、まあ、この後 の, そのギブソンにおけるそのエレクトリックギター、特にあのソリッドモデルとかのセミアコである ES335 とかね、まあ、変形ギターであるエクスプローラーとか、こういう感じのものをちょっと開発していくので、で、あのポール・リード・スミス の,、まあ、あの創業にも関わる人なので、この1948年 の, あのテッド・マッカーティ氏 の,、まあ、あの入社っていうのが結構大きいですね。まあ、この後ちょっとあのギブソンを指揮することになるんですけど、この人ね、はい、で、まあ、1952年ですね、まあ、ギブソン社はギタリスト の, そのレスポールとの共同で、ソリッドギターを、設計します。で、レスポールモデルとして、あのフェンダー社の、ね、スタラトキャスターとともに、まあ、エレクトリックギターの、まあ、スタンダードになるっていう話は、まあ、その通りなんですよ。まあ、ただね、ちょっと補足したいのは、この間、まあ、あのこの間ですね、まあ、1950年代、うん、あの終盤ですねまでに、まあ、エクスプローラーとかフライング V だとか、うん、まあ、こういうものもあの多数出したと。で、まあ、さらに言うと、まあ、そのさっき言ったセミアコースティックの、まあ、ES335 ですね。で、あの1957年にはハンバッキング PU ピックアップパフですね、これを開発するということになり、まあ、あの本当ギブソン社の中での、うん、なんていうんですかね、あの、まあ、エレクトリック化っていうのがすごく進んだ時期なんですよ。で、レスポールってあのどういうノウハウがあるんだっていうと、簡単に言うと、まあ、フェンダーはそのアコースティックギターっていうものを製造してなかったがゆえに、まあ、例えばそのボルトン方式、まあ、デタチャブル方式ですね、あのギターを、まあ、こう固定する技術ですね、あのネックとあのボディを接合するのに、まあ、あのボルトを用いている4本ね。ところがギブソンはあの、まあ、ちゃんとですね、あの接着してるんですよ、あのネックとあのボディを、まあ、接着している、うん、ということで、あのやっぱりね、構造的にはそのアコースティックギターの
あの構造を踏襲してるんですよね。セットネック構造になってるんですよ。で、まあ、もしくはファイヤーバードみたいな、まあ、そのスルーネック構造っていうものはやっぱりそのギブソンならではです。当時はニカは使ってたらしいんですけどね、あの接着剤に。で、まあ、僕が今ちょっと使ってるグレコの、まあ、SG なんかも見てもらったんですけど、やっぱこういう感じで、接着されてます。やっぱりそのネックをきっちり接着して、さらに言うと角度があるんですよね、あのセットネックっていう、まあ、構造のものは。だからつまりあのフェンダーとは異なって、よりちょっとアコースティックギターから の、まあ、その技術もあの使われている。だから弾き心地的に言うと、あの、まあ、全然フェンダーとギブソンだったらあの異なる弾き心地があります。はい、まあ、やっぱりスケールが、まあ、そのミディアムスケールとロングスケールの違いっていうのもあるんですけども、それ以上にやっぱりね、アコースティックギターを製造していた、もしくはフルアコを作ってたっていう、この経験値っていうものがやっぱ感じられる部分ですね。はい。そのように、まあ、作ったエレクトリックギター、まあ、ソリッドボディのものなんですが、まああの、まあ、レスポールも改良してて1957年には、まあ、完成形、いわゆるそのパフを搭載したものになり、そしてまあ58年からはカラーもバーストカラー、つまりあのサンバースト系のね、あのカラーによって、まあ、有名な59年レスポールとかなってきたんですが、1960年に、まあ、製造がね、終了してしまう。まあ、代わりに、まあ、さっき見せたあの SG シェイプのものがレスポールっていう形で、まあ、出始めるっていうことなんですが、これはなんでかっつったら、まあ、ジャズの市場を目指してですね、まあ、そのレスポール氏との、まあ、その共同で開発した、まあ、あのレスポールなんですけども、人気はねやっぱりね、当時サーフミュージックがすごく流行ってて、やっぱりそのフェンダーにやっぱり市場を奪われたんですよね。で、まあ、レスポールよりも、まあ、ストラトキャスターとか、まあ、テレキャスターとかの方の、まあ、その人気がね出てたと。で、まあ、そこで、まあ、あのギブソン社は、まあ、そのストラトキャスターに対抗するためのダブルカットウェイボディにレスポールを変更したということになります。で、まあまあ、当時 の、 その音楽シーン的にまだそのハムバッキング PU の良さっていうのが分かってなかったんですよ。ところが、エリック・クラプトン、とか、まああのですね、まあ、ピーター・グリーン、まあ、その後の、まあ、ジミー・ペイジなどがですね、まあ、レスポールを使って歪ませたトーンをですね、あのやっていくと、急にレスポールの人気が、まあ、再燃しまして、で、まあ、SG は SG として別モデルとして、まあ、1963年、まあ、64年あたり、63年ですね、に名前は変更されたんですけども、また復刻することになったんですよね。うん、それが、まあ、1968年、ですね、から1969年あたりにかけて、まあ、再販することになったと、いうことです。まあ、ところが、再販初年度、はですね、まだその、まあ、材がね、ちゃんと使えてたんですが、やっぱり1970年頃の、その需要に追いつかないくらい、まあ、自然乾燥させた材が少なかったんで、例えばネックがちょっとスリーピースになってたりとか、あと、間にね、メープル挟んだ、パンケーキ構造になってたりとかいうことで、まあ、材を節約するためにいろいろやっていたと、いうふうなことがありました。で、同時期のフェンダーも、まあ、1970年代っていうのは、まあ、そのシーフェイス買収時代っていうことで、まあ、ポリ塗装に、ラッカー塗装からポリ塗装に乗ってたりとか、まあ、マイクロティルト機構による3点止めであったりとか、まあ、いわゆる一番いい時期からですね、まあ、だんだんこう変わってきてたという時期だったんですよ。それでも、まあ、70年代のギブソンっていうのは、まあ、すごい人気があったんですよ。っていうのも、ハードロックがこう浸透してきた時代で、割とハンバイキング PU のこう重たい音の方がね、結構まあ、好きな人が好きなミュージシャンが多かったんですよ。で、まあ、ギブソン的なトーンを求めるということで、70年代がすごい、まあ、全盛期だったんじゃないかないうぐらい売れたんですよね。はい、ということです。で、1969年ですね、まあ、ECL という、まあまあ、中米パナマのビールやセメントなどの複合企業が一度ギブソンを買収します。ですね。で、まあ、こういうことが、まあ、1969年にあって、まあ、まあ、さらにですね、
1974年から1984年にかけてですね、まあそれまであった、うん、あのカラマズですね、はい、カラマズといえばですね、ミシガン州ですね、はい、からミシガン州の、カラマズですね、まあ、ちょっとカナダに近いってかな、うん、まあ結構北の方になるんですけど、うん、そこからちょっと南に下ってってテネシー州の、まあ、ナッシュビルっていうところに工場をね移転することになったんですよ。これがちょうど1974年から1984年にかけて、まあ、10年間かけて順次をしていたと。で、まあ、1984年にはそのギブソン社の、まあ、カラマズ工場が閉鎖された。まあ、これが現在のヘリテージになるんですけども、はい。あ、まあ、ということは、まあ、一応余談であります。で、まあ、結構ね、ナッシュベル機っていうのもね、ここから始まるんですよ。で、現在もこのナッシュベルで、製造を続けてるんですけども、で、1986年にはですね、ヘンリー・ジャスコビッツ、デイブ・ベリーマンなどにギブソン社買収されたと、うん、いうことで、まあ、再編が進んでいるということになりますね。で、まあ、2012年には、音響機器メーカーの音響に資本参加したりとか、あ、まあ、いろいろやりましたね。公開株式会社とか、ティアックやったりとか、ローランドから、ね、なんか、警告者をね、買収したりとか、まあ、フィリップスとかね、なんかやたらと買収するなっていう時期が2000年以降続きまして、うん、まあなんかね、迷走し始めるんですよ、2010年あたりから。うん、っていうのも、まあ時代が、まあだんだんそのギター主体よりも、うん、まあだんだんこう、まあ、ポストロックとか、うん、まあ、EDM、にね、移っていった時期なんですよ。で、フェンダーなんかそれをうまいことやろうとして、まあ、うまく、乗せていったんですけど、ギブソンはどっちかっていうと、こっちは下手くそで、結構ね、瞑想が続くんですよ。で、まあ、2015年のね、ギターにね、オートマチックチューニングシステムのギブソン G-Force って、これまたね、評判悪いやつをね、搭載したんですけど、結構1年でやめたりとか、あとはまあ、メンフィス工場のね、方に、まあ、生産拠点、ギブソンメンフィスって作ってたんですけども、こっちのギブ、規模を、まあ、縮小して移転したっていう、2017年。で、さらに言うと、まあ、年間約150万台あった、まあ、万本あった、エレキギターの販売数が、まあ、100万本に減った。で、まあ、二大企業のね、ギブソンとフェンダーは負債を抱えて、まあ、業界3位のポール・リード・スミスにしても、まあ、人員削減と安価なギターの生産拡大を迫られた。というか、まあ、やっぱり、販売がね、だんだん販売数が減ってきてる、ギターの需要自体が減ると。かつてはそのギター広くガンガン使ってって、まあ、かなり売れてたエレクトリックギター市場なんですけども、ギブソンですらそういうことになっていったと。うん。まあ、そして、まあ、ついには、まあ、負債総額がね、まあ、5億ドルに上ってですね、まあ、債務再編をね、することになってしまったということが、まあ、ありましたね。まあ、2018年に一旦破産したと。うん。で、まあ、採算の取れるギターを中心に、まあ、再編、してるところと、なんですよね。まあ、それが今のちょっと現在、まあ、アップデートされたり、ギブソンの歴史。ということになります。はい、まあ、というわけでね、ちょっとギブソン社の歴史をちょっとざっくりやってきたんですけど、やっぱり2018年のこの整理解消機構をですね、うん、もうこの問題にやっぱ尽きるんじゃないかなと今ね、うん、まあこれによってちょっとほとんどメンフィス工場の規模も、まあまあ今ほんまにナッシュビルのことですね。で、まあまあ品番の整理回収に関しては、これをやっとかなあかんっていうことが結構あったらしいんですよ。なんかファイヤーバードのなんか、やたらこう、機能詰め込んだやつとか、なんかローラーで潰されてるのとかあったりとか、まあなんか採算取れないようなギターもいっぱい作ったらしいんですよね。まあそういうところを今ちょっと経営を何とかしようとして、まあ、例えばレスポールにしても、まあスタンダード 50s、60s スタンダードにしたり、まあモダンはモダンで別にやったりとか、まあこういうふうにしてね、モデルのこう整理と配合をしてて、まあ、分かりやすくしていくっていうことを今現在頑張ってやってるところかなと、うん、いうふうには思います。また、
エレクトリックギターの保証も、まあ、永年保証みたいなのつけたりとかしてるんですけど、これ僕ね、レスポールクラシックでやったんですけど、なんか回答がすごい遅いんですよね。で、まあ、結局レスポールクラシック、あのビビっちゃって解放のところで、もうコラガンな思って、結構そっからね、そこもあって、いや、今のギブソンね、で、まだ代理店が変わってるんですよ。まあ、はっきり言うと、前は、その山の楽器が、まあ、取り扱ってたんですけど、今はその、まあ、ギブソンの方のジャパン法人の方ですね。こちらが、まあ、直接、まあ、取り扱ってるということで、まあ、保証とかに関しても、まあ、若干なんかまた変わってるんじゃないかなと、いうことになってますね。まあ、個人的には好きなね、ギターメーカーなんですよ。ギブソンって、やっぱりその、まあ、ここに見られている多くの、視聴者さんがね、好きだっていうことは、やっぱりね、60年代とか70年代のロックに欠かせない、まあ、ギターメーカーですし、で、まあ、数々のね、ロックの伝説を作ってきたっていう点において、まあ、好きなミュージシャンがいっぱい使ってるっていう点において、僕はやっぱりギブソンがやっぱその意味で言うとヒット格なんですよ。で、特にレスポールとか好きで、まあ、SG も好きなんで、今 SG、まあ、グレゴロンも使ってますけど、やっぱりこれを開発したギブソンってすげえなと思うんですよ。まあ、現代でもね、まあ、ちょっと今頑張って、まあ、なんとかね、やってるところなんで、まだね、ぜひね、ギブソンね、いいモデルがね、お金のある時に見つかったら本当欲しいなって思えるようなメーカーなんで、まあ、ただちょっと相性が悪くて、まあ、僕長く使ってたのがそのヘリテージ、まあ、さっき言ったカラマゾ工場の方なんですけど、こっち長いこと使ってたんですよ。まあ、やっぱりでも、楽器として見ると、フェンダーが例えば、革新的なことをやったメーカーだとすると、ギブソンってね、木のぬくもりっていうか、木の温かみですね。っていうのがある。というか、まあ、むしろそのアコースティックギターから続いてきている、まあ、ギターのその、なんていうんですかね、まあ、抱き心地というか、弾き心地っていうんですかね、これはやっぱギブソン特有のものなんですよ。これが好きだからギブソン使ってる人って結構多くて、まあ、そこがねギブソンの特徴じゃないかなと。まあまあ、同じカラマゾ工場という点ではね、まあ、アメリカのね、そのカラマゾ工場で作ってたエピソードのこととかも、まあ、エピソードに挟もうかなと思って、やっぱりこれやると話長なるんでやめたんですが、やっぱり、エレクトリックギターの U としての、まあ、地位を築いてきた、まあ、歴史とね、伝統のあるメーカーなんでね、まあ、ぜひね、これからまた活躍していってほしいなとは思います。というわけで、今回の武田ロックの、武田ロックチャンネルはですね、まあ、視聴者さんのに、まあ、アンケートからいただいたデータで、ちょっとギブソン社について、歴史について解説していました。この動画が良かったと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。ツイッターやってます。ということで、検索、というわけで、武田ロックでした。バイバイ。